松城騒動は、明治3年に、品の松代藩で、小平陣右衛門が主導して発生した世直し一揆。一揆の原因となった手形には、麒麟の絵があしらわれており、馬札と呼ばれていたことから、馬札騒動の別名がある。幕末の松城藩は、年貢収入の頭打ちにより、発達しつつあった、商品経済や流通に着目し、財政安定化を目的として、 産物会消を設立した。同伴は慶応4年、明治元年からの母親戦争で活躍したが、戦費は膨大となり、財政赤字に白車をかけた。明治2年には産物会消を改めて、松代商法社を設立し、雇用商人であったサラシナ軍、羽生村の大黒屋大谷構造を頭取りとした。折からの偽に粉金の流通による経済の混乱に、際して、 藩は、その回収を目的として、墨急手形を発行し、さらに翌明治3年には、消防車が大量の手形を発行し、寮内の木糸や産種等の所産物を、寮内から独占的に買い占め、海外輸出を目論んだ。しかし、輸出相場の暴落により裏付けの準備金を、欠損して破綻し、それに伴って消防車が発行した手形も暴落し、成果である。 大乗観察を大幅に下回る価格でしか流通しなくなった。そこで、明治維新政府は同年末までに反札を回収するよう言明したが、すでに38万両分の流通口があり、回収に苦しんだ藩は3年分の石代金を反札で上納させることとし、11月24日には、金重量両に対して、もみン票藩の相場と反札の大乗観察に、 対する2割5分引きを領内に告示した。その結果、反殺を引き受けた庶民の生活は、困窮を極め、松代騒動の勃発に至った。同年11月25日、サラシナ郡山田村の名主の弟であった、小平神衛は、周辺の農民に対して、松代城下への豪走を呼びかけ、一期勢は、地区下に集結し、ハ村の大黒屋宅を焼き払った後、 26日朝には約3000人が城下に突入した。事態を重く見た地判事の真田美幸民は、金十両に対して、もみ七票として、石大相場を相対的に引き下げることと、反殺の額面通用、大城観察との十日打換を約束し、人民に守らは一旦毀損したが、一揆は、 領内全域に波及し、酒屋、米国省、七屋などが打ち壊しにあった。26日夜には総一期となって、再び城下に突入し、真田桜山大三寺や高野広史、馬県大三寺以下、藩の洋人の邸宅がことごとく焼き打ちされ、隣接する全校寺寮でも偽金を流通させた商人が、打ち壊された。 27日になって一機は武装した藩兵の退去出動により鎮圧され、28日になると藩は直ちに実務者を更迭し、新たに川原人氏大三次と山寺定山県大三次を中心に反省を進めることとし、領内を改装させ、地藩時の誘達を伝えるとともに、財政の逼迫を領民に説得し、合わせて単元事項を書面で提出させるように指示した。 12月に入り、一新政府は、壇上台や民部省の管理を派遣し、一期の参加者の探索を進め、事件の収束に当たらせた。翌明治4年4月に、真田桜さ,さん、高野広芝は平門、真田美幸民を謹慎とし、松城商法者は、解散、5月には620名余りが検挙され、400名余りが入浪し、人営問題は残罪に処されたほか、 9名に時計10年、1名に時計5年、2人に時計3年などが下された。ありがとうございます。